皆さんおはようございます。今日はですね2017年4月の26日6時53分です。日本一周の旅を続けて、16日目、リア突人数1万人目指しているんですけど、現在28名です。おい、東京先輩おはようございます。今漫画喫茶を出ました。まだまだ長い道のりになりそうですが、頑張っていきましょう。目標設定完全に間違えたな。1000人ぐらいにしとくべきだったな。失敗したわ。果てしなく遠いですね。1万人は。果てしないです。気が狂いそうになりますね。いやー、単価切っちゃいましたね。おはようございます。アンズさんおはよう。今日もよろしくお願いします。今からバスで、2時間ぐらいかな。高速バスで、チケットを買おうと思います。すいません、仙台の方に行くバスでいくらですか？はい、2200円です。はい、あ、次って7時20分ですか？はい、そうです。はい、障害者割引ってありますか？はい、課長見ていただきます。はい、はい、中見ていいですか？はい、もちろん。はい、カードで支払ってできます。はい、できますよ。2000円でお願いします。はい、お客さんの精神障害ですね。そうです。はい、すみません。精神障害は高速バスは成田空港だけなもんですから。あ、そうなんですか。仙台はならないですね。あ、わかりました。はい、じゃあ領収書ください。わかりました。片道でいいですか？片道で。はい、2200円です。はい。じゃあ領収書と片道券ですね。そこの4番乗り場、仙台って表示がありますので、4番乗り場7時20分で、そうです、仙台って表示のところで並ばれた順番で自由席です。はい、わかりました、はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。すいません。はい、お願いします。ありがとうございます。どうも。よし、チケット手に入れました。5月会いましょう、ぜひ。20日にするか21日にするかちょっと迷ってます。チケット手に入れました。郡山から仙台のバスチケットです。郡山向かいます。まだ4番って言ってたよね。4番、ここだ。70円安いんだよね。70円だか80円安いです、バスの方が。ただ乗り換えとかめんどくさかったんで、バスの方がいいやと思ってバス選択しました、今回は。みんなおはよう。仙台に行こう。バス旅結構好きだよ。バス旅好き。日本一周ぐらいでやめとけよかったね。おはよう、まむちゃん。ことらさんおはよう。いや、失敗した。あるさんおはようございます。
漫画読んでた。喧嘩商売読んでた。喧嘩商売とアトムの、アトムビ、アトム、鉄腕アトムの前の話？うん。あんま面白くなかった。18-6。16週？ん？ 16 週？うん。体調悪くないっすね。寝てないっすけど。喧嘩商売面白いね。多分ね、北先生、俺大好きなんだけど、もともとギャグ漫画家なんですよ。でもね、北先生格闘技ずっとやりたかったんだよね、格闘漫画を。ただジャンプとかがやらせてくれなかったんだよ。だから多分今やってるのがやりたいことなんだろうね。ギャグはもう完璧に、もうほんとぶっ飛んで面白いっすね。うん。そうそうそう、16日目。幕張とか知ってますね。泣くよ、うぐいすとか。もう幕張なんか最高ですよね。当時わからなかったギャグが大人になると分かったりするし、時事ネタ入れてくるんですよね。あと編集長の暴露とか、浮気の。そういうこと平気でやるから、すげえ面白かった。誰が得するんだっていうようなね、情報を漫画にボンボン盛り込んできて、最高に面白かったっすね。当時分からなかったギャグ、今読むと分かるもんね。あのスタイルはほんと斬新だったのにな。今でもやってますけどね。喧嘩商売山本、極楽とんぼの山本が復活して、加納栄光とハイタッチするシーンがあるんですけど、最高に腹抱えて笑いましたね。加納栄光と極楽の山本がハイタッチして入れ替わるシーンがある。すげえ面白かった。こんなこと書けるの北先生だけだよなと思う。今日天気悪いね。それ見たいでしょ？笑うんだよ。おはよう、ザクさん。久しぶりだね。おい、にゃ、おはよう。今からバスで仙台向かいます。あと20分でバス乗ります。旅費やばいっすよ。あ、花火で応援してください。旅費、滞在費、移動費込めて、とんでもない金額いってますよ。本当にやばいっす。雨なんだ。超ヤバタンなんで、アイテム支援お願いします。バレンジャさんはどつ？今日雨か。初仙台ですね。仙台で服買おうと思ってます。ていうか、嬉しいボーナスが入ったんですよ。YouTube の広告費が入った。金持つね。いや、持たないっすよ、ほんとに。やばいっすよ。やばいっす、やばいっす。アイテムで後方支援してくださいよ。萩の月ね、俺食べたことあるんだけど、あんま好きじゃないんだよ、萩の月。なんか、ヒカルくんが超好きだっつってくれたから、美味しいよねって言って食べたんだけど、実は萩の月全然苦手なんだよね、俺。ママドールの方がうまかったね。萩の月東京でも売ってるから。リュックに300万入ってないよ。そんな持ってるわけないじゃん。300万もあったら、普通に俺は、なんだろう。そんな稼ぎないよ。そんな稼げるんだったら旅しないよ。バカ5個ありがとう。そんなにお金はないです。仙台長かったな。10日ぐらいいた？あ、日付変わったから日付変えます。17日目ですね。半月経ったか。ママドールうまいね。ママドールは普通にもっとパサパサしてんのかと思ったら、しっとりしててうまかった。郡山、福島県ですね。旅中にパンクイコール、
旅が成り立ってないっていうことなんで、企画失敗です。家に帰ります、普通に。生活できなくなったら意味ないもん。今、郡山駅ですね。郡山結構でかいっすよ。新幹線通ってるからね。これ駅なんだけど、後ろに映ってんのは。でかいよ。この前練習行ったら全く動けない。見てましたよ。見てました。てか見切れてた。ドレさんカメラアングル下手。全然見えねえの。もうね、俺ああいうの見るとイライラしちゃうの。画角とか気になる人だから。俺だから意外と適当に撮ってるように見せてめちゃめちゃ計算して撮ってるの。それこそテレビマンかっていうぐらい撮ってんのね。俺ほら、映画監督になるのが夢だから、カメラの構図とかめちゃめちゃ気になるの。すげえ下手と思って。飯と睡眠、飯も食ってるし、睡眠も取ってんだけどね、もう疲れがやばい。クマがどんどんできてくる。チケット即完売っすね、捨て頃は。でも追加チケット出たよ。立ち見30席かな。これ途中でインターとか寄るのかな。2時間だと寄らないかな。そう、当日券も立ち見もあるし、出たよ、追加席。本当だよ。当日券でも30席って言ってたね。だから知り合いに飲むのし、情報流したもん。もう一本そう。2時間なら夜？じゃあトイレとかいっか。マジで？サブちゃん？サブちゃん何？仙台の？2時間後に着くよ。いや、俺サブちゃんめっちゃ会いたいんだけど、結構昔から応援してくれてるから。連絡取り合いましょうよ。LINE。LINE 送って、サブちゃん。ふわっちのサブちゃんだよ、つって。プロフィールページに、URL 載せてるから。待ち合わせしましょう。2時間ぐらいだからね、9時半には仙台着いてる。9時半に仙台。そっから外配信やろうと思ってるね。仕事が終わるのが夕方6時？じゃあ夕方6時会おうよ。夕方だよね。いいよ、全然。時間合わせるよ、俺。うん。本当に来てくれるんだったら、リアトツ町やるよ。夕方6時に。リアトしないとこの旅終わんないもん。のんちゃんと結婚できない、俺。昨日はね、いや、そのまま外で雑談30分ぐらいやって、リアトツ一人来ていただいて、で、ステッカー支援1000円いただいて、そのまま満喫止まった。連絡ちょうだい。なんか、仙台おすすめある？なんか。仙台のおすすめ。行ったことない街わかんないんだよな。なんかあるかな、おすすめの街。ある？
宮城県って何が有名なんだろう。おはよう、リコビン。おはようございます。松島？島があるの？仙台に。日本三景。島があるの？フェリーで乗ってくの？ジュニアさんおはよう。そろそろ来るかな。まだ来ないか。あ、もう来てる。あ、まだかな。4番って言ってたからまだだね。乗る人少ないな。ガラガラ。バス旅いいね。どれで行くんだろう。なんかあのさ、山の上が湖みたいになってるのない？松島天橋立ち宮島からの海に囲まれた国、日本を象徴する三大絶景。行く？松島。船とかで行くのかな？電波あるかな？三大絶景。松島。調べてみようか。え、松島町。うわ、すげえ。なんだこれ。マジか。やば。あ、これやばいわ。いや、松島やばいね。これ行かなきゃだな。これは行かなきゃ。仙台から遠い？タボニャおはよう。仙台から遠いのかな？これ行かなきゃだね。絶景ハンターとして。おー、森さんおはよう。バーガープレゼントありがとう。笑いよとかおはよう。仙台だと国分町ってところが賑わってるみたい。おー。あんま繁華街は、キャバクラも風俗も行かないんで、繁華街はちょっと。別にって感じかな。仙台は郡山より栄えてるらしいからね。松島バスで降りた仙台市内からバスとか。へえ。ジュニアさんバーガープレゼントありがとう。アイテムアザース。そろそろ来るかな。被災地巡りツアーっていうのがある。すごいね。今回俺被災地は避けるよ。うん。公園プレゼントありがとう。
うん、会津じゃないよ。今、郡山。で、今から、宮城に行きます。仙台。会津にはいないよ。郡山にいた。仙台パチンコ屋さんすごいらしい。朝9時から夜の22時までやってんのかな。あ、20時か。ん ?24 時か。朝9時から12時までぶん回せるってすごいよね。狂ってるよね。死人が出るんじゃねえかって。やってみようかな、一回。4番だよな。高速バス。仙台線。あ、30分で行くんだ。いいね。おはよう、バタフライテール。今日もよろしく。あ、そうなの?へぇ、マジだ。ニアミスかな。じゃ、仙台で会うかもね。俺朝9時半に仙台着くから。ニアミスか、まあ、向こうと合流してもいいしね。連絡取ってどこにいんだろう。仙台の光くん地元だもんね。仙台ね。来た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 。じゃあ行ってきます。皆さん来ました。行ってきます。じゃあ皆さんお疲れ様です。仙台行きのバスが到着したので行ってきます。お疲れ様です。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。